多重人格を、語りたいと思いますね。二重人格って聞いたことあると思います。多重人格も聞いたことあると思いますね。はい。で、一番有名な多重人格者、いや、二重人格の代表的なのが、YouTuber のハイドさんだと思いますね、僕は。あの、男と女の使い分け、ね、すっげえ、ですよね、はい。ねえ。あれ、びっくりしたよね。ほんと女性の時は女性なんだよね。男性の時は男性で、ハイドって感じがしてね。あの、喋り方もね、ほんとになんか不思議だよね。引き込まれるよね、なんかね、こう。でもなんか僕は見てるとなんかすごい違和感があるんだよね。あの、男の時の喋り方。カレーも、あ、まあまあ、まあまあ。まあ、これ何が入ってるんですかね。もう男になりきってるっていうかね。無理やりな感じがするんだけど、なんか、こう、すげえ不思議な。だから二重人格、僕もなんかね、あの、変な意味での人格っていうのがね、あるんですよ。例えばね、これは一般普通だと思うけど、まあ、人格っていうかね、こう、本当になんか、でも怒るときだよね。で、自分はもう怒んないんですけど、本当になんか、こう、あの、なんだろう。怒るときはです、なんかね、こうね、何かが出てくるんです、自分なんかから。怒るとき。例えば、中日ドラゴンズの星野仙一が自分に乗り移ったね、あれがたまに出てきます。あの、審判に抗議するか、ああいう口調が。自分もそれになりきるんですけど、周りから全然なりきれてないですね。自分はあんな男らしくないし。だけど、こう、なんか、本当に怒った時って、こう自分が星野になりって、あの、なんか審判にこう食ってかかるような感じになる時がありますね。うん。あと怒った時は、自分が本当に怒った時は、なんだろう。うん。あと誰なのっけな、例えば、プロ野球選手、デッドボールを受けた選手ですね。例えば、清原は全然ないけど、外人とかね。例えば、例えば誰だ、あれは。アレックス系かな、アレックス系とか。アレックス、中日の元アレックスとか、そんな感じかな、外人の野球選手みたいな。なんか出てきますよね。おかしいんですよね。だから、あと、なんだろうな。なんか自分も出てくるときは楽しいときとか笑うときとかはこう。笑ったり、こう話してて笑ったりね。するとき、だから楽しく笑ったりするときっていうのは、こう、なんだ、そういう、
時と場合によりますけど、うん。じゃあ今日、ああ、どうし、まあ、なんだろうな。ちょっと待って、分かんなくなっちゃったな。うん。こう人をなんか、じゃあちょっとおちょくってやろうかなと思ったけど、レスリング柴田になったりとかね。あとここはマラソン大会でじゃあ1位絶対いい記録出すぞっていうか、ロビーキーになったりね。うん。自分がロビーキーになりきるんですよ。でも人格じゃないような話がね。うん、アイルランドの服、アイルランドでゴール決めてやる今日はってね。どいつもこいつもぶち当たってやるっていう感じでね。うん。悲しいときは、本当に悲しいっていうか、ね、反省するときは、ね、うん。鈴木宗男になってみたいね。鈴木、本当申し訳ないって感じ。二次人格と多次人格って、海外でもあるんですよね、こう。うん。なんか、刑務所に入れられて、うん、その取り調べ中に出てきちゃったね。うん。今日はマイク、21歳とかね。今日は、今日はハーパー、19歳とかね。今日は、うん、ドレイク。28歳とかね。で、外人なんか取り調べて、お前は物を盗んだという自覚はないのかっていうふうに言われて。で、ちょっとね、下を向いてね、こう、目を開けると。僕、ハーパー、ですね。何がハーパーだ、つって。僕は物を取ることに罪悪感はないよ。ただ、みんなに迷惑かけたことは分かってる。だけど僕は物を取るのが仕事なんだよ。アイスキャンディーだってそうだ。チューパーチャップされてそこだよ。僕の好きなものだから撮る。で、ドレイクが出てくるんですね。ドレイクっていうのが出てくるんですね。はあ、はあはあはあ。僕が何を悪いことをしたのかね。お前悪いことをしただろう。物を盗んで。はあ、いつ、何時何分何曜日に盗んだんだ。どこのマーケットから証拠もないのによくそんなことが言えますね。僕の弟は、デルメシンと言うんですけども、本当に物を盗むのが大好きでね。僕はそれを狙っただけですよ。ちょっと意味わかんないな。いい加減にしろ！それ刑務官が、あぁって言ってね、それ。お前って何人の人格を中に持っているんだ。そういうのかもしれませんね。よね、はよ。その時の場面で、僕は、なんかね、うん、例えば泣いて謝るときなんかあのレストランのね、銀と戦ったのとの、あとの3時ですね、うん。本当に、クソお世話になりましたっつってね。それになりきるんですね。で、喜ぶときはね、うん、喜ぶときは
意味がわからなくなってきてるな、もう。今日は雨が降っていましたけどね。わかります？僕の言ってることは。意味わかんなくてごめんなさい。もう撮り直しはしないですからね。これのラジオですから。僕は突発的にこう、言うだけですから。撮り直しとかし、テイク1、テイク2はないですから、このラジオ。もう一回撮ったらそれだけ。それをはげるだけ。だからハイドチャンネルのあのハイドさんは、二つの人格を持ってますけど、すごいと思います。僕もそういうね、やるとしたら、マリオだったね。僕、マリオ。スーパーマリオここから来たんだよ。まあ、昔は配管工のね、仕事をしたんだよ。ミッキーマウスクラブにも入ったさ。ミッキーマウスクラブ？お前は確か、ルイージを弟に持ったな。そうだよ。僕のこと兄さん兄さんって、あの子らよく呼んでくれたよ。また人格が変わるのか。俺はキノピオだ。キノピオ、出た。俺は、キノピオハイウェイで走ってた時、対向車のトラックにぶつかって、ジムに助けられて、病院で入院してる時目が覚めたんだ。そうか。どうも。どうも。マサさん、お久しぶりです。いやー参ったね。調子のリギュラリアットくらってね、リングに叩きつけられて頭がおかしくなっちゃったんだよね。そうですか、マスさん。それから変な病気を持ったし、辻さんにも迷惑かけた。どうもどうもどうも、こんばんは、オーナーちゃんです。アウトラストやっていくぜ。お前はオーナーじゃ。そうだ。いいか。ゲーム実況で俺に勝てる奴はいない。まあ、見てな。恐ろしい奴だ。恐ろしい奴らだ。また人格が変わるのか。どうも、大田裕志です。世界陸上です。誰だお前は。誰だ、誰だお前は。似てねえな。大田裕志だよ。大田裕志。今俺は悲しいよ。何言ってんのかさっぱり見分からん。ボルト、ボルト、8月、世界陸上の終わりなんてもう言うなよ。みっともなくて見てらんないっすよ、パイセン。ダメ、もっと走れ。デブってんぞ。火星に生まれてよかった。あ、間違えました。お待たせしました。今年も世界陸上が来るー。それだけ山だね。